トギモチセカンドです。今日はね、この沖縄で買ってきたヌエアンダーキーっていうのを食べたいと思います。これさ、ちょっと気にならないですか？お土産行くと結構いろんな場所で売ってて、まあ、あのアンダギーって、あの沖縄ではサーターアンダギーっていう油で揚げた砂糖のドーナツみたいなのがすごい人気なんですけど、こちらそのサーターアンダギーのヌレバージョン、濡れたサーターアンダギーですね。はい、でヌレアンダギーだそうです。沖縄県産の黒糖蜜を使用してるそうで、なんだろうな、多分染み込んでんのかな。冷蔵庫で冷やして食べるのも美味しいし、きな粉でかけて食べるのも美味しいし、アイスを乗せて食べるのも美味しいって書いてる。アレンジするとさらに美味しいらしいです。懐かしい味なのに進化系って書かれてて、あ、1個が結構ちっちゃい。なんかこのさ、サーターアンダギーって大体これぐらいあるものが主流というかよく見るんですけど、ちょっと一口サイズ的な、二口サイズ的な、はい、サイズ感ですね。いつもの半分サイズぐらいなのかな。これさ、すごい気になって、とりあえずちょっと試しで1個買いたいと思って買ってみた。またさ、もし今回美味しかったらちょっとまた買おうかなと思って、その期待を込めて買ってみました。試しで。うわー、美味しそう。結構黒いな、これ。黒糖本当に染み込んでる感じがめちゃくちゃする。ちょっとじゃあ早速濡れアンダギー食べてみます。うわ、ほんとだ、めっちゃ染み込んでる。ごめんなさい、これ噛んじゃったんですけど、ちょっと食べかけ見せちゃいます。ごめんなさい、食べかけ苦手な方は飛ばしてください。ちょっと染み込み加減を見せます。いきますよ。はい、こちら、わかります？周りのさ、外の部分がもうなんか黒糖が染み込んで、黒く茶色くな、焦げ茶ぐらいの色になってて、真ん中もちょっとほら、生地自体が多分黒糖なのかな。で、なんか最初噛んだ時にこの周りのさ、黒糖が染み込んだ部分が来るから、ジャリジュワーみたいな感じの食感があった。で、そこから真ん中の中心の生地の固めの部分が来るみたいな。おいしい。ね、私さ、そもそも黒糖がめっちゃ好きだから、この黒糖の味がすごいして美味しいです。え、これあとちっちゃいのどっこなんですけど、これ絶対アイス合うわ。っていうかね、私ちょっと家で結構パフェ、家パフェをやるって前々から動画でも言ってると思うんですけど、その家パフェをするときに、これ下にちょっとこう、これ切って詰めるとめちゃくちゃ美味しいと思う。で、アイスにまず合いそうだから。これちょっと後でさ、とりあえずアイスと食べようかな。きな粉より私はアイスだな、これ多分。まあ黒糖だからね、きな粉との相性もいいだろうから、ちょっと楽しみです。なんか確かね、これサイズも、これちっちゃいやつ買ったんですけど、大きいのもあった気がするから、次沖縄行ったら、ちょっと大きいやつ買ってこようかな。箱いっぱい入ったやつ。なんかさ、濡れアンダギーって言うと、まあなんか濡れせんべいとか濡れおかきとかそんな感じで、ちょっとなんていうの、もっちりした感があるのかなと思ったら、本気で染み込んだやつって思ったらいいと思います。だから黒糖が好きな方は、これがめちゃくちゃ好きじゃないかな。なんか私、沖縄のローソンで、黒糖がすっごい染み込んだ黒糖サーターアンダギーを買ったんですよ。それが試食で食べて美味しかったから買ったんですけど、それに同等するか、それより甘さは控えめだけど、しっかり黒糖の味がしてるっていうのがこっちかなと思うので、まあどっちもね、ちょっとずつアイスと一緒に食べていこうかなと、大切に食べていこうかなと思います。でちなみにね、賞味期限なんですけど1ヶ月以上はあるんですけど、まあ1ヶ月ちょい、私が買ったやつは。なんか他の商品に比べて、このヌレアンダギーが一番なんか賞味期限は短かったかなって。他のやつ結構長かったからね、まあ、他のやつがかなり長いだけっていうのはあるんですけど、ちょっと他のよりは賞味期限短めだったから、うん、そこだけ重要かな。でも1ヶ月あれば全然問題ないですよね、お土産であげるにしても。ちょっとさ、沖縄の話でさ、ちょっと余談の話になっちゃうんですけど、私ね、沖縄でこのガチャやったんですよ。で、まあ普通に本島でも普通だから、普通に日本で売ってるガチャなんですけど、このさ、クレヨンしんちゃんの待ちぼうけシリーズが好きで、私今回新しいのが出てたから沖縄で見つけてやったんですけど、したらね、ひまわり以外全部当たったんですよ。で、私の一番狙いは、シリマルダシだったんですよ。シリマルダシってわかります？なんか私、クレヨンしんちゃんめっちゃ好きだからシリマルダシ知ってるけど、意外と、クレヨンしんちゃん知ってるけど、そんなめっちゃ好きじゃない、好きなわけではないよっていう子は、意外と知らないですよね、シリマルダシ。なんか、クレヨンしんちゃんのおもちゃのとか、なんかガンダムとか、アクション仮面とかの流れで、シリマルダシっていうのもいるんですけど、なんか、恐竜の形をしてて、お尻の部分だけ人間のお尻がポコって出てるんですよ。めちゃくちゃ可愛くって。でね、それが欲しくって何回かやって、ストレートで一個も
かぶらずにこの4つが当たったんですよ。この3つプラスシリマルだし。そしたらさ、韓国戻ってみたらさ、シリマルだしだけいないの。どういうこと？もう本気でショックだったからね。他いなくなってもいいよ、シリマルだしだけいてくれればいいぐらい、私はシリマルだし当たった時めちゃくちゃ嬉しかったのに、本当にさ、どこ行った私のシリマルだし。私のシリマルだしってすごい、なんかもう一瞬聞いたらなんかちょっとって思うような言葉だけどさ、本当いなくなっちゃって、なんでだろう。スーツケースからお土産の袋から全部調べたけどないんだよね。なんかちびもちがこの私が当たったクレヨンしんちゃんのシリーズで遊んでたんですよ、持って、沖縄のホテルでね。もしかしたらその時にね、ベッドの下とかどっかコロコロコロって一個だけ転がって置き去りできちゃったのかも。なんか私がしっかり見ればよかったんだけどね。やばい、シリマルだしだけいないわと思って、なんでよりにもよってシリマルだしだけいないんだと思って、結構それがショックでね。まあ、こんな動画でこんな愚痴を話すようなことじゃないんだけど、私的には結構大きなシリマルだしめちゃくちゃ好きだからさ、本当にショックだってさ、未だにっていうか、まあ帰ってからまだ数日なんですけど、まだ探してるからね、必死で。私のシリマルだしどこみたいな感じで、でもないんだよな。もうここまで探してなかったらさ、もう他探す場所がないんだよ。なんかいろいろ食品系とか調味料とかいろいろ買ったから、そっちに入ってる可能性もあるかもしれないけど、どう見てもない。いやー、どこ行ったんだろう。本当にちょっとこれはでもね、私はね、なくなったで納得するような話じゃないから、ちょっと本気で探そうかなと。てかさ、ホテルに電話するのありかな。ホテルに電話して聞いてみようか一旦ね。はい、まあ、という感じです。よかったね、気になる方濡れアンダギーチェックしてみてください。黒糖好きの方におすすめの商品です。以上、沖縄県産黒糖蜜を使用した沖縄濡れアンダギーでした。